すする TV。 ずるずる。どうも、すするでーす。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、大阪にもあった駅前家系はこちらです。ドン。近鉄八重の里駅から徒歩1分のところにあります横浜家系ラーメン一蓮屋さんにお邪魔してます。こちら一蓮屋さんはいわゆる駅前家系ラーメンで、今回のようにね、あまり馴染みがない地域でも駅前にラーメン屋さんがあるっていうのは非常に嬉しいことだぞということで、早速すすりに行きましょう。レッツゴー。さあ、一蓮屋八重の里店さん、ショーケースです。今回は人気ナンバーワンの特盛スペシャルとパンチャーハンをプッシュしました。さらにおかわりまで無料のライスバーもあったので、パンチャーハンがあるにもかかわらずすかさずゲットして待ってるな。こちらが一蓮屋八重の里店さんの特盛スペシャルです。うばーん。全てを覆い隠すかのようなチャーシューがドガーン。スープは醤油より豚骨よりの色をしているぞってことで、いただきます。さあ、まずはスープを飲んでみましょう。マメー。シンプルかつ癖のない豚骨スープで、飲みやすいタイプといった印象。これはカスタムしがいがありそうです。では続いて麺とこんにちはして、1,2のすする。バイーン。麺もこれまた癖なくすすりやすいやつ。このような一連の流れを経た後に大きなチャーシューをパクリ。こちらはご飯が進みそうな柔らかいタイプで、特に食べ盛りな学生さんは好きそう。ほうれん草もパクッと食らえば、ここから味変タイム。豊富な卓上調味料から豆板醤とニンニクをチョイスしてすすってみると、素直に辛みとパンチが増してくれてナイスです。さあ、そろそろチャーハンに手を出して一口食らってみましょう。濃くなく薄くもないスタンダードな味付けですが、なんとここで前から夢だったチャーハンをおかずにご飯をパクリ。結果、米の量が増えて味が薄まっただけですので、素直にスープと合わせるのがいいでしょう。てな感じで、その後もチャーシューやご飯をガンガン食らって、伝説の海苔巻きチャーハンなんかも披露しているうちに、気がつけば本日も完食です。卓上調味料が豊富でライスも無料なので、爆食街道は無限大です。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、一蓮屋さんに行ってきたんですけれども、シンプルな豚骨スープで、癖も抑えめで、まろやかで非常に飲みやすいスープなので、万能型といった印象で、自分のね、オリジナルのカスタマイズが光る一杯かなと思いました。加えてライス無料、しかもおかわり自由ということで、スープや卓上調味料、さらに漬物なんかも合わせたら確実に腹パンになりそうでしたね。ラーメンの種類も豊富で、さらに席も大きめなので、家族でも来れるかなと思いました。こういうラーメン屋さんもいいと思います。ごちそうさまでした。それでは、するの公式キャッチフレーズ。一蓮屋さん、安くて腹パンや。はい。